前回の動画で、そのゴールデンウィークみたいな、ちょっと長い休みの終わる3日前ぐらいからは、ちょっとスイッチ入れてやんなきゃまずいよ、みたいなね、動画を撮ったんですよ。で、そこのコメント欄とかメールでね、やんなきゃいけねえのは分かってんですけど、勉強机に座ってもなんか、まあ、自分くダラダラ勉強のことダラ弁って呼ぶんですけど、ダラ弁しちゃうんだよねー、やる気が出ないんだよねー、っていうのをいっぱいいただいたので、その辺について答えていこうと思います。はい、じゃあ改めましてよろしくお願いします。ハイチーです。まあね、気持ちはね、わかりますよ。自分も昔も今も集中力が本当にない方だと思っていて、同じも34ですけど、34歳のね、社会人で社会で働いてる方に比べたら、まあ、お前しっかりしろよっていうところは、ね、多々あるとは思っております。まあそんなね、自分だからこそ学生時代から今もね、仕事しててもそうですけど、すごく大事にしてる集中力を上げるというか、そのダラダラしちゃう時に、こういう風にやるとちょっと良くなるよっていうのをやってきたことがあるので、今回ね、それを紹介していこうと思います。で、これ何かっていうと、勉強するときに、まあ仕事もそうだけど、勉強するときにテーマを決めるっていうのを自分いつもやってるんですね。で、どういうことかっていうと、例えばみんなは課題に今追われてる方も多いと思うんですけど、ただただ課題をこれやりなさいってやるだけだとやらされてる感が出ちゃうわけ、どうしても。で、勉強も仕事もそうだけど、やらなきゃよりもやりたいの方が絶対にモチベーション高くやっていくことができると。例えば買い物がさ、好きな子がさ、買い物行かなきゃってならないじゃん。買い物行きたいって思って行くわけだし、カラオケ好きな子はさ、カラオケ行かなきゃとは思わないでしょ。カラオケ行きたいと思って行くわけよ。で、確かに勉強にね、勉強やりたいって持っていくのはなかなか難しいんだけど、でも勉強やらなきゃっていうところを少しこう減らすことはできると思ってるのね。じゃあテーマって何かっていうと、例えば自分だったらね、英単語の暗記しなきゃって、しなきゃって言っちゃったよ。英単語の暗記をね、課題として出されてる子だったら、ただ単にこう書いてさ、こうやって覚えていくよりも、俺あんま書くの好きじゃなかったのもあったんで、英単語を覚えるために一つの単語は2回までしか書いちゃダメだよっていうテーマを決めたりするの。例えば数学のワークとかさ、まあプリントを出されてる子だったら、この1枚のプリントを絶対に15分以内に終わすから、みたいな。そういうテーマを決めるっていうのをよくやってました。で、このテーマを決めるとね、何のメリットがあるかっていうと、まず一つはですね、工夫をするんです、自分の中で。工夫をする。だって、英単語今までさ、別に自由にさ、書いて覚えてた子が、2回しか書いちゃダメなんだよ。ほんと、ダメなの。ダメって決めたらダメなんだよ。3回書いちゃダメだよ。じゃあ2回で覚えるためにはどうすればいいかなってまず考えるよね。それを本気で取り組もうとしたら。で、それは先生が与えてきた課題かもしんないけど、でもそこに自分のテーマを添えることによって、自分の工夫でこれをクリアしようとこなしてるんだっていう風に自分はスイッチが変わっていくのね。そうすると、もともとゲーム好きだってこともあって、ゲーム感覚にちょっとやるようになるの。その課題とか勉強に関しても。この数学の、プリントとかにしてもそうなんだけど、30分とか絶対に終わる時間では設定しないの。いや、これちょっと厳しくない?みたいな。15分。いけるかいけない。まあ、ちょっといけないかもなっていう時間設定ですると、別にさ、模試の過去問やろうとしてるわけじゃないじゃん。だから先に問題を見てもいいわけだから、じゃあこの問題を15分でやるためには、どこでつまずきそうだな、じゃあどこでどういう風に、ここであまり時間を使わないようにやろうがいいのかなとか、そういう風にやっていくのね。で、別にこのやり方がね、万能だとは全く思ってなくて、合う方合わない方絶対いるとは思ってるんだけど、ただ、勉強っていうのは、その工夫をする、自分の意志をもっと、意志をつけて工夫をしていくっていうのは、自分の勉強法をね、作り上げていくためには必須項目だと思ってるの。誰かの真似をして、そのままやって、あ、それががっちり噛み合ったってなかなかないんだよね。人の勉強法とかを真似をして、それをちょっとこの辺が違うなって自分でアレンジしていく、工夫していくっていうのが非常に大事になっていくので、まあ、もしね、今ね、ちょっとダラ弁しちゃうなとか、すぐスマホいじっちゃうなとか、いろいろある方は何かテーマを決める。それは任せる自分。今の自分の真似しなくても構わないので、自分でテーマを決めて少し勉強してみるようにやってみてください。